本日の注目イベントは米国 CPI インフレ率 AI キャラクターアップデート無料で使えるよこんにちは YouTube の皆さん高橋ダンです今アメリカではねこのインフレが上がるという期待感が超低いだけどショックとしては今インフレはまだ高いです昨日の CPI それと今夜は生産者物価指数が出てきますその上にアメリカだけではなく皆さん 急にこの数時間で速報でヨーロッパも今夜利上げをする予測が68%になってますダブルパンチですよアメリカもヨーロッパもインフレはまだ残ってますってことは利上げが続きますここに対して今日皆さん、うん、展望していきたいと思います現時点は9月の14日ですこの大きな発表2つヨーロッパは 9時。それと9時半に PPI。なので僕は特別ライブ配信をまた今夜。 ポストプライムでやります。僕のチャンネルを皆さん概要欄の方で見て、特にプライム登録を無料体験をして、今夜のライブも最後まで見て、僕は YouTube で話していない一番面白い好きな注目な銘柄ニュースもそこで聞いてください。ちなみに、この右の画面も見てね、ここは、今月は2周年記念、僕が創業したポストプライム。75%割引を少し延長します。アプリで参加できないという問い合わせがすごく多かったので、アプリも今週から対応しました。 新しいチャンネルで追加の登録。まずは2週間の無料体験。その後に支払いをスタートしたら通常の価格より75%割引。専門家が毎日配信をして5つまでどのチャンネルを追加で選んでもいい。1年に1回だけのプレゼントなのでぜひガードの方でリンクで参加してください。Web アプリでも使えます。僕のチャンネルでは無料投稿もあるけど有料投稿では特に YouTube で話してね一番注目している銘柄とかを話しています。特に今週はパラジウムワルプラチナっていうこのペアトレードが 12%と大当たりしていましたので、ぜひ皆さん、こういう特別動画機関とかも全部僕のチャンネルでポストプライム無料体験試してね。特にウェブサイト、僕のチャンネルでは一番上に教育コースもあります。はい。これは数年間ずっと価値がそのまま、最初のレクチャーは無料。それと一番上の固定投稿2つは、紹介ビデオと 新機能の説明も全部ここにあるので使ってみてください。特に AI アニメキャラクターは実は明日大きくと3倍今話している内容が増えます。無料でも使えますし、特にメンバーシップの方は皆さん話す内容が一番割安と割高なメ柄もこれから話してくれます。メンバーシップの方、特に9月中に登録すれば来月には 依存の登録者には大きなプレゼントもするので、ポストプライムのメンバーシップもガードの方で試してみてください。Keep going today here. 特に今日は注目していきたいのは、I wanna talk about インフレ率、それと特にアメリカのショック、特にこれだ今、このチャートすごいよ。誰も今、インフレが高くなることを期待してない。まずアメリカのショック です、はい、これから起きシでしょうか。アメリカの景気カわターに実は僕はなると思う。それと次にはヨーロッパのショック。今夜は利上げする可能性が急に68%に上がりました。今何が起きているのか。現状、この2つの国のインフレの状況と、特に今夜のヨーロッパに僕ももうちょっと注目をしたいです。えっ、ー、とね、特にこのチャートを見ていると面白く、今、 アメリカの方では物価指数が上がることのこの期待レベルがめちゃくちゃ低いです。これは毎月バンクアブアメリカ、もともとメラリンチのグローバルファンドマナージャーセーベルで何百の機関投資家が取っている世論調査です。で、これから CPI が上がるか下がるかという世論調査で、これを今見てると上がるという投票が すごい低いです。24年ぶりの低さです。リーマンショック以降に低い。それだけ経済が弱い。誰もインフレは今上がらないと思ってる。で、皆さん、相場は期待と違うことが起きると大きく動くんですね。で、昨日のインフレ率も見ると3.7%上がって、そんな過去と比べて別に高いわけじゃないけど、これまた上がり始めてます。ね、ボトムを6月にして、7月、8月は今また 上がり始めています。で、特に注目なのは、まず中身を見ると、レンタルインフレーション。これは家賃のインフレがすごいホットで、まだまだ上がり続けていることです。だけど、それ以外には、ここはガソリンとかエネルギー。 ここがすごい危ないですよね。で、ここの方が今、どんどんと上がり続けているので、この前年比1年前と比べると、これ元々のマイナスがどんどん小さくなってきてるんですね。なので、エネルギーは1年前と比べてまだ少し下がったんだけど、今、原油がすごい猛烈で上がっているので、原油が上がるとガスにも上がる、ヒーティングオイルも上がる、何でもかんでも全部上がるので、今、どんどんとこっちの数字が上がり続けて、 アメリカではインフレが戻ってきました。はいで、今夜が実は9時半に cpi ではなく。 PPI という生産者物価指数。これ非常に大企業のコストですね。企業さんたちはよく資源を使ってます。ね、物を作る時に、特に原油は何でもかんでもプラスチックでもエネルギーもよく運賃でも、ね、航空でも何でも使われます。で、これが上がると特に PPI はよく上がりやすい。で、過去をよく見てください。このチャートを。PPI を、これ生産者物価指数。今夜9時半の発表なんだけど、これが前回ピークしたのが2022年 の3月ですでこれを例えば物価指数の CPI は実はピークしたのが6月ってことは PPI のことが CPI の前に3ヶ月前に実はピークしてる先行指数ですよ。So, 僕が言いたいたのは 過去を数年前、PPI はそんな重要なニュースじゃなかったんだけど、今はここは相場を結構動かすので、今夜9時半、ここを僕とライブ配信見てください。特に原因は OPEC もうサプライがすごい重要と比べてギャップがあることを昨日発表しましたし、これ産油国機構ですね。それと、実は IEA、 ここは国際エネルギー組織も同じことを言っているんです。ね、すごいこれからデフィザントつまり原油はこれから上がり続けると僕は思います。まあ、こういう考えを見ると、僕は実は株はどんどんとポートフォリオの割合は長期投しても短期投しても下げています。で、上げているのがコモルティ。特に原油とか多分上がりやすいと思います。それとここ国債とか上げてます。まあ、まずコモルティはね、これ50年ぶりに低いです。S&P500、米国株と比べると、この割合を見るとコモルティ指数は めちゃくちゃ低い。今買うべきだと僕は思います。それと債券は特にね、これからはい。僕は景気後退が起きると思って、景気後退が起きるとき、グレーの部分をこの50年間で見ると、必ずこの利回り、国債金利の利回りは下がってます。特に10年債なぜかっていうと、安全なところにお金は大体行くんです。 なので、今こそそのショックが起きやすくなったとも、昨日の CPI、今の原油価格の動き方はゲームチェンジャーだと思います。国債も今は平均的な利回りがこの黒い線で5.2%、株の平均的な利回りが4.8%なので、国債の方がずっと今は、はい、株より魅力です。同じことを言いますけど、僕はそっちをポートフォリオで優先をしています。こういう国債とか、 ね、僕がよく今投資しているコモルティ実はイマージングマーケットもうほとんどの日本人は 投資とか取引をしていません。やり方もしない。わからないし、プラットフォームを取引、対応できるところは日本の証券会社はあまりないです。8年前から僕が使っているのは IG 証券です。IG 証券には日本国債も、米国の短期債も、長期債も、ドイツ債も、イタリア債も、イギリス債も、全部国債で取引できる。ナンバーワンの僕の投資は今国債です。あとはコモリティの方では IG だと米とか小麦とか対応していますし、こういう特殊なパラメントとか木材とか取引できるし、イマージングマーケット、新興国も対応 ししてますし新規口座開設で実は5万円キャッシュバックもらえるしプラス概要欄の特別下のリンクを使えば3000コインももらえますすでに口座を持っていてもこの機会で家族や友達にも口座を勧めて はい、3000コインをもらってください。3000コインは3000円と同じ価値で完璧に無料なので、概要欄のリンクで追加の口座解説もすぐ終わる。ベスト証券会社なので、概要欄の方で試してみてください。Let's go to our next step. ヨーロッパですね。ヨーロッパがこれから利上げをします。そうだよ。なんとこれが急にこの数時間でみんなの意見が変わってしまいました。これが ECB、ラガルド総裁です。で、これ今、 取引の人たち、相場が今折り込んでいるのは68%の可能性で0.25%の利上げをすることです。今の金利が4.25なので4.5まで今夜上げることです。これ急ですよ。1週間前までは利上げは予測されてなかった。急に今利上げを予測している原因は同じです。大体いいこちらはエネルギーが上がっているから、特にヨーロッパでは今 天然ガスもものすごい暴騰している。 もちろんロシアとの問題、ロシアと戦争しているので、ロシアから今までずっと買ってた天然ガスのアクセスが今どんどんと制限されていることもあります。まあで、それで皆さんほとんどはやっぱりここはちゃんとプライスインしていなかったとも、ちゃんと折り込んでいなかったと思います。で、これこそがやっぱりデータで見えることは、実際の ECB のサイトも僕は今日見ていたんですけど、ほとんどの人たちは4.25%を維持することを 今年を予測していましたこれ ECP のサイトでも書いてあるのでこれ結構ショックだと思うよ急に相場が 0.25%の利上げは本当に誰も予測していないです。なので、アメリカでもちょっとショックがこれを起き始めると思うし、ヨーロッパでも起き始めると思も、ね、ここを今日展望を少ししたいです、まあ。昨晩の相場をちょっと見ていきましょうけど、特にヨーロッパが0.44%下がって、ヨーロッパの株価がどんどんと今弱いと思ってます。それと比べてアメリカは昨日横ばい、アジアは今日は横ばい、特に日本は強い。日本は特に半導体銘柄と円安の影響で 強いけどヨーロッパが今ちょっとと低いと思い思ます、はい、でヨーロッパの方、もうちょっと僕は詳しく今日興味を持っている理由は投票率ランキングをポストプライムで見ているとヨーロッパがこのピンク色ハイライト2日,2日間連続にハイライトされているんですねこちらのピンク色にハイライトされているものはポストプライムの AI がピックアップしてこれを銘柄は安いと判断をシグナルを出しているんです。投票率っていうのは 上がるという投票、この緑の部分ですね、でこれが低いほどだいたい安いで、24時間、7日間、30日間、ここに全部あるけど、全部すべて短期でも中期でも長期でも安い時にこのピンクハイライトが出る、ちなみに今は中国、香港、ラッスルもヨーロッパも出ています。 けどヨーロッパが今日出てきて僕は面白いと思った。なぜかというとこれからサプライズの利上げが出るかもしれない。しかもチャートを見ているとこのヨーロッパ株価のチャートは今までは 大きなちょっと天井をつけてきて今どんどんと下落をし始めてますしマックリーも今下落の方向性になってますヨーロッパ株価が下がるとこちらはもちろん日本とアメリカにも影響はあると思います今日はちょっと投票したいと思いますこの上がると下がる投票は無料でできますし先ほど言ったこの AI キャラクターももっと早く成長しますよこの投票をもっとするとなので皆さんもこれ無料ですし今日さっき言ったけどキャラクターは明日から3倍ぐらい内容が増えるので使って きょうは僕は下がるという投票をヨーロッパでします。118人が下がる投票。今日は上がるという投票がたった23%の人たち。で、7日間で見ると上がる投票が31%。低いね。30日間だと37%。わーお、これは低いですね。今、ヨーロッパを買いたい。上がるという投票がものすごく低いです。あとは1週間の予測をしましょう。このの下落の チャートを見ると、4200までを1週間に行くんじゃないかな。それを下抜けると、1ヶ月後は4100、です。スタッフ175ぐらいレベルかなと僕は思います。なので、こういうふうに僕は予測を1週間と1ヶ月に入れると、みんなの予測の中央値がここで出てきて、この中央値のラインのチャートがここですね。青が1週間、黄色が1ヶ月。これ、青が今黄色より上です。青が黄色の上のときには、僕の20年間の経験だと、直近のみんなの予測が 中期的より高いので直近は少し割高です。この予測チャートは売るシグナルになっている。マックリーも売るシグナル。だけど投票率がすごい低いです。なので僕はヨーロッパ株価は今は do nothing 買いもしない、売りもしない。けれど今夜の動きはすごく 興味深く、注意深く、注意深くかな日本語合ってるかな見ています。皆さん、こちらの投票率のチャート、月が低い時は割安、高い時は割高です。で、この通知を設定をして、市場のセンチメントがわかる。投資の、これをタイミングを判断に使える。時間を効率的に使っていきます。はい。で、こういうような、まあ、ツールの使い方、このクエスチョンマークを押して、ヘルプページにも習えるし、 僕のポスプラチャンネルの2番目の固定投稿でも使い方も3分55秒から説明しています。こういうお金の皆さん生み出すツール、タイミングツールは通常か、まあ、海外と数百万円くらいかかるけれど、ポスプラムでは全部メンバーシップで無料体験できます。メンバーシップの方は皆さん特に依存の登録者、9月に登録をしている方は10月には 皆さん初めての大きなプレゼントをします。録音してください。今開発中です。ラストチャンス、今から無料体験を特に2週間スタートしなくちゃいけないので、今からして9月末までに間に合って、で、 10月に、9月に登録している人たち、課金ユーザーにあげるので、ぜひ今から皆さん登録をしてみてください。メンバーシップは先ほどのツールも全部使えるし、今の話題とか AI がピックアップするヒットワード、割安銘柄、割高銘柄、通知ツール、いつが何が割安なのか割高なのか通知も送ってくれますし、すべてのチャンネル、僕のチャンネルも全部すべて28%割引巨大です。3000コインももらえる。3000円の価値です。こちらも全部ガイドの方でメンバーシップ無料体験 でできるのでぜひ試してみてください。Let's keep going here into the charts here. 特に昨晩の米国相場はやっぱりまだテクノロジーがなんとなく強いんですね。だけどもうちょっとこの相場の中身を見ると僕が気になるのはやはりここはヨーロッパとかね、ここの辺です。This chart looks really really bad here。もうちょっと中期的にもこのチャートを例えば 1>, 1週間ベース、週足ベースでも見ていくと、これがますますちょっと悪くなるんですね。これがストックスフィっていう株価指数なんですけど、このマックリーが今、週足でずっとなんと4月から下落を続けています。で、この下落を見てると、ちょっと怖いのが、今、ちょっとヨーロッパの株価って、このチャンネルの中で動いてるような気がするんですね。このチャンネルっていうのは、なんかややちょっとこういうようなチャンネルで、 今、この天井をつけていて、この中身でチャンネルっていうのは2つの線で結ばれるんですけど、だいたいこういうようなチャンネルの中で動いていて、またピークをして、また下落方向線になるのではないかなっていうふうに、ちょっと今懸念をしているところであります。はい。まあ、ヨーロッパ以外にも、やはり僕も見ているのは、もちろんアメリカの方も見ていますね。で、アメリカとかも、ここはちょっと面白いんだけど、利上げ の予測をしている人たち When the first,、利下げを予測している人たちの世論調査も昨日あったんですけど、利下げのここの予測をここの方で見ると、When will the Fed first cut interest rates? It looks here that ほとんどの人たちは、セカンド・ハーフ、特に第二四半期2024年を予測している。第二四半期って言ったら、It's あと6か月ぐらいですよ。 を予測しているでなんでこんな楽観的な予測をしているのか。まあ、ヨーロッパもそうだけど、特にアメリカ。誰もインフレ率が上がると思ってないからです。こっちのチャートだからです。だからこんな今、すごい楽観モードに機関投資家はなっていると思います。そう、こういう時に僕はこういう利下げっていう可能性が織り込みすぎていると思うので、はい。 僕は実は利上げは1回ではなく2回ある可能性はあると思います。今、ウォール街はすでに11月1日には1つの利上げする可能性を42%ぐらいで折り込みしてるけど、これはもうほぼ確定だと僕は思います。もう1つの利上げは多分11月1日にあるので、ここもウォール街の予測は足りない。利上げがちゃんと予測を折り込んでいないと思います。で、もう1つ実は12月にももう1回利上げをしてもおかしくないし、これはウォール街は 今全然予測をしていないところであります。はいまあ、ここを全部踏まえると皆さん、今後と今週のリスク、それとまあ今後の1か,1か月か2ヶ月間は特に物価指数がアメリカでもヨーロッパでもみんなが思っている以上に高くなってみんなが予測してなかった追加の利上げがどんどん来るリスクがあると思います。その上に特に特 9月のメジャー SQ が実は今週ですで。愛したです。これメジャー SQ は先物とこのオプションが全部3ヶ月に1回に大きくといろんなものが期限切りになってしまう。で、特にこちらの40年間のデータを9月のメジャー SQ で見ると1週間後が下落する可能、下落下落1週間後は平均的には1%ぐらい。 下落してます特に年から見るとそうこのデータを見て9月が下がりやすいメジャー SQ の後が特に下がりやすい9月の後半が下がりやすい今こういう大きなイベントがいくつかあって物価指数が高くなっている状況は僕は今はやはり ポートフォリオはリスクヘッジするべきだと思う。ちなみに来週はアメリカもイギリスも日本も中央銀行の決定会合ですよ。So we have a lot of events going on. 長期投資だけでは足りない。この老後資金を貯めてる分もいいんですけど短期投資でも やっぱり自分の長期投資を守らなくちゃいけない。短期投資は数日から数ヶ月間ですけれど、特力ここは空売りをしなくちゃいけない。で、今日のデータを見てると、僕はこれからいろんなところを少し空売りをしたりしようと思いますし、特にエネルギー関連のコモロティも買おうと思っています。具体的に僕が何を買ってるのか、何を売ってるのか、こういうような細かいところは僕のポストプライムチャンネルで概要欄で見に来てください。今夜もライブ配信をしますし、 PPI、それと ECB の利上げを両方とも今夜はライブで皆さんに展望して、はい、報告をしたいと思います。 リマインドだけど、この右の75%も年に1回だけの巨大なのでアプリでもウェブでも対応しましたので概要欄の方でいろんな専門家のチャンネルもまずは2週間無料体験その後に75%が続きますよガ要欄の方でぜひ試してくださいそれと最後にリマインダーごめんなさいけれどこちらは特にメンバーシップの方はこれから明日 AI キャラクターが話す内容がものすごい増えますでプラス 今登録をする人たちは、特に9月中の登録の人たち、課金をする人たちは10月に大きなプレゼントをするので、今のうち登録をメンバーシップもガイドの方で検討してください。Thank you so much, guys. Have a wonderful day. 今夜の、はい、ライブ配信9時、ガイドの方で見に来てください。ありがとう。YouTube もよろしくお願いします。